タガネとは、金属や岩石を加工するための工具の一種。鋼鉄製で、一般的に土と共に用いる。タガネとひらがなで表記されることが多い。漢字では、タガネと書く。金属を加工する場合、削る作業つまりいわゆる、はつりに用いたり、金属板を切断したり、凹凸をつけたり、ヤスリの刃を形成するためなどに用いる。岩石を加工する場合は、 それを削ったり割ったりするために用いる。なお英語ではチゼルという用語で呼ぶが、チゼルは日本語のタガネとノミを含んでおり、欧米の用語では一般に金工用と木工用を区別をせず呼んでいる。これは加工する対象は異なるものの、タガネというのはノミに類似したものだということでもある。タガネの使い方としては金属や岩石に刃を当てた状態にして、 刃と反対側の箇所をハンマーで叩く。タガネには次のような種類がある。タガネは、のみほど刃先は鋭くはないが、指程度であれば容易に切断できる能力を持っている。使用に際しては、一万一滑った場合などでも怪我をしないよう、刃の行き先には手などを置かないなどといった安全上の工夫が必要である。AB 百科辞典、マイペディア、タガネからコトバンク。 2019年5月2日閲覧、ありがとうございます。